みる。死にませんよ、光の術なんですから。なこと言われてもな。あいて、シリアがザベートに来ててよかったね、教官。まったくだ。おい、ヒューバート、あれは芝居の稽古だって見てわからなかったのか。わかりませんよ。っていうか、なんであんなところで芝居の稽古なんてしてたんです。あれ、ヒュー君、手紙読んでないの？手紙？教官にみんなに出しておいてって頼んだはずなんだけど、おかしいなぁ。聞く。その顔は出し忘れた人の顔ですね、教官。出し忘れたんじゃない、これから出そうと思っていただけだ。はぁ、いますよね、頼まれた手紙を懐にしまってずっとそのままにしてしまう人って。あぁ、いるいる。私のおじいちゃんがそういう感じだったな。おい、人を年寄り扱いするな。で、一体何が書いてあったの、パスカル。正確には手紙っていうか、これを送ったんだ。フェンデル劇団団員募集って、もしかして芝居の稽古って。そう、私と教官団員になったんだよ。まあ臨時の手伝いみたいなもんなんだけどね。でも、そんなに驚くことか。こいつはともかく、俺は演劇の経験があると前にも言っただろう。そんなの信じてると思ったんですか。それはともかく、なんで突然劇団に。オイゲン総統って覚えてる？総統はあの異変以来文化活動に力を入れ始めたんだ。ほら、最近ウィンドルでもストラタでも文化事業が充実してきてるでしょ。そこでオイゲン総統も両国に負けじと劇場作りに乗り出したというわけさ。まったく、あのヒゲちゃんも困ったもんだよね。ヒゲちゃんって。けど、そういった方面で張り合うのは別に問題だとは思いませんが。ただ演劇に熱を上げているだけならな。しかし総統は結成した劇団に対して一定の成果が上がらなければ粛清も辞さないと言ってきているんだ。そんな無茶な。最初はたくさんいた団員も粛清を恐れて逃げ出して、さっきの二人だけになっちゃったんだよ。なのにヒューバートが脅かして追っ払ってしまったから、今じゃ手伝いで団員やってる俺とパスカルだけになったかな。でもそういうことなら、もう粛清しようにも正規の団員さんもいないんだし、うやむやにできないのかしら。そう簡単にはいかないよ。劇場が完成した今、総統は意地でも公演を成功させたがってる。もう内外にも大々的に宣伝を開始しているしな。それだけじゃない、ここで総統に恥をかかせるようなことがあれば、最悪文化弾圧が起こる可能性だってある。文化弾圧。総統の怒りが演劇界そのものに向けば、フェンデルで演劇活動をしている者は弾圧されかねない。そんなことになったら、せっかく明るくなってきたフェンデルにまた暗い影が刺すことになる。フォルブランニルの実験失敗で書いた恥を演劇を盛り上げることで帳消しにしたいと考えている。しかしそれすらおられた時は少々厄介なことになるやもしれないということですか。そうさせないようにお手伝いしてたんだけどさ。申し訳ないです、知らなかったとはいえ僕はなんてこと。そんなに申し訳なく思うなら手伝ってくれないか。え、まあ団員さんが減ってった時点でいつかはこうなるって分かってたけどね。だからあちこちにチラシを配ったんだけど、肝心のヒュー君やシェリアたちに届いてなかったとはね。まあそういうわけだ。そういうわけって。ん、誰か来た。空いてるぞ。オーディション会場はここか。女優にしてくれるんでしょ。うちの子を子役デビューさせてくれないかな。バーバー、うちのプクプクをデビューさせたいんだけど。私昔女優だったことあるのよ。優遇しなさい。私その宝石を磨く店をやっていて、お芝居は未経験なんですが。ねえちょっと、責任者はどこなのよ。おー、役者志望の人がいっぱい来た。チラシの効果大だね。おい、喜んでる場合じゃないぞ。さっさとオーディションの準備をするんだ。おーい。オーディションだなんて随分本格的なのね。マーレン、なぜここに。ヒューバート？